たぞ、帰ってきたぞ。今回はありがとうございました。西成に帰ってきてみんなが応援してくれて、お酒の注意、喧嘩の注意、いろんなことをみんなが、エラちゃんがあれし指導してくれて、みんなが応援してくれてます。ありがとうございます。はい、本当ですか、うん、あの僕らもほんまに何ちか浜ちゃん見てて思うのが、みんなが浜ちゃんに対してこうお酒を止めてくれたりとか、はい、注意してくれてることに関して本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ二人のフリートークということなんで、ちょっと、まあ、一ついいですか。いや、まずね、うん、今回僕はあの浜ちゃんに、うん、まあ、いろいろこう中におるときに、うん、やっぱり反省している状況とか、うん、ずっとこう YouTube で僕浜ちゃん流してきたんですよ、はい、まあ、知ってると思うんですけど、うん、でめっちゃ心配もしたし、うん、まあ、裁判もやっぱこう裁判の中で、うん、なんていうかな、まあ浜ちゃんがこう腹くくってたじゃないですか、どうなってもええねんみたいな、うんうんうん、ただ僕の中ではやっぱ浜ちゃん出てきてほしいなってのはあったんですよ、うん、絶対それ言ってないんですけど、うん、ただやっぱ出すために、うん、裁判官とかやっぱ検察官とか見てますから、うん、検察官も、検察官も見てますから、うんうんうん、で浜ちゃんのなんか心の状況とか、うん、それも全部含めた上で流して、で浜ちゃん本当に反省してますよって、うん、で よく執行猶予もらって出てきたじゃないですか、うん、でしかも聞いた瞬間どうでしたか。ありがたいな思った。ほんますか、うん、でこの流れでほんまに帰ってきてからほんまにみんながもうあかんど、もうあかんど言うてくれて、お酒ももう控えなあかんど、ほんでもう喧嘩あかんど、いろんな注意してくれて、みんなが応援してくれて、あれやからほんまに西成でほんまに日本になるように頑張ろう思ってます。ほんで西成をみんな集まれ。みんなで西成を盛り上げるぞ。日本になって頑張るんでよろしくお願いします。ということで、ね、その前にちょっといいですか、はい、ほんまに浜さん今ちょい出てきたばかり日焼けしてるんで、はい、お酒はちゃんとお酒はいただきます、はい、で僕自身やっぱこう祝いをもらってね、うん、で、まあ、浜ちゃん出てくるって、うん、で、まあ、迎えに行ったじゃないですか、うん、したらまあ誰も話聞いてないのに出てくるとか、うん、何人か迎えに来てて一緒に、うん、でそこでなんかまあ僕とすればカメラ回すものも全くなかったんですよ。で、まあ、今はそういう場でもないし、うん、やっぱこう普通になんか浜ちゃんと話したいで、うん、したら周りはなんかカメラ回せカメラ回せって言うから、うん、いやちょっとまあ今はそんな状況じゃないですけど、ほんまに浜ちゃんのこう一からのスタートっていうのを俺はまあ一緒にまあ見ていきたいしって話をしてて、ほんでまあ普通に僕浜ちゃんまあ出てくる待ってたわけですよ、で覚えてると思うんですけど、で浜ちゃん反省して出てくると思ったんですよ。したら歌いながら出てきたじゃないですか。なんかその時に俺なんかめっちゃ腹立って、このおっさんなんで楽しそうに、いやあれはパフォーマンスで分かったっすけど、はい、その時の画像がねこちらでございます。帰ってきたぞ、帰ってきたぞ、浜ちゃんが、お帰ってきたぞ。この度は、はい、いろんな人に迷惑をかけて、はいはい、すみませんでした。そうですね。はい。ちょっと、これから普通に行きます。はい。どうぞ。はい。すみませんでした。はい。いろいろな方、ありがとうございます。名前はちょっと出されへんねんけど、はい、お兄ちゃん連中、はい、ネラちゃんはじめ、はい、皆さん、本当にありがとうございます。はい。迷惑はかけてすみません。はい。これから普通に来て頑張ると思います。はい。よかった。よろしくお願いします。はい。すみませんでした。浜ちゃん、お酒のことをちょっと、まあ、みんなの前に一言言ってください。もうちょっと、お酒の方も控えめにして、はい。いろんな人を応援してくれる人がいてるんで、はい。そうですね。ちょっと真面目に、やっていこうと思ってます。はい。そういうことです。あっす。はい。よろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。はい。あっす。ほんで、なんか、周りも、浜ちゃんほんま反省してるし、なんかまあ、ここ入れ替えって言ってるのに、なんか、
歌を歌いながら、って出てきて。浜ちゃんらしいですけど、うん、でもその後ちゃんとまあ反省してて、はい、で次のまあね、あれからよかった。あれはでも本当になんか俺の中で、むちゃくちゃ印象的でしたね。うん、はい。あ、入って、入って。九州から来てくれてるんです。ああ、うん。九州から僕を訪れて来てくれてるプリンちゃんです、うん、ありがたいことです、はい、みんな応援してくれてるんでほんまに頑張って、はいはい、みんながほんまにあの浜ちゃん浜ちゃん言ってくれてるからあの見本になれるように頑張ります。そうですね、はい、本当に、はいはい、よろしくお願いします、はい、皆さんありがとうございます、はい、ということでね、やっぱ、浜ちゃん自体は、みんなやっぱ、どんだけあっても、まあ、愛されキャラやと思うんですよ。好きじゃないですか、浜ちゃんの。だからもう、ほんまに、まあ、これからも、うん、まあ、まあ、浜ちゃんをみんなでね、見て、いきたいと思うんですけど。まあ、眉毛ももうそれへん。眉毛も取れへん。で、歯も入れる。あれ、はい、うん、よろしくお願いします。あ、なんか一言浜ちゃんしたい、なんかありますか？あの、エラさんの毎日見てるんですけど、あの、この間あの出てこられた時のだもう明日新幹線で行こうと会いに行こう。あ、そうですか、よかった。はい。ほんで昨日いっぱい探して、2時間ぐらい探して、今日いたんですよ、たまたま。今日ね、本来やったら、浜ちゃん今日撮影やったんですよ。はい、で、まあ、記者会見みたいな感じで、はい、で僕と5人が対戦する中で、浜ちゃんは入ってますから、はいはい、で、それがなんかまあ、東京のバカ野郎が、ちょっとミスして、はい、今日来れなくなったんで、まあ、来週になったんですけど、まあ今日本当に、本来やったら、四国から来てる人も、浜ちゃん会いに行きたいですっていうのがあったんですよ。ああ、ありがとうございます。はい、で、その前の週も、日曜日も来るじゃないですか、だって。だからやっぱ、浜ちゃん会いたいですね、浜ちゃん会いたいですね、みんな言うんで。浜ちゃん絶対調子乗ったらあかんすよ。多分調子ね。んで、全国の YouTuber みんな集まれ。はぁ。ほんまに反省してんのかな、このおっさん。ちょっと前が見せて。前が見せて。いや、でもいいっすね。本当にあの、何回もハマってみた。愛されてるの分かるじゃないですか。うん。ほんまに今回、ごっつかったもん。みんな、ハマちゃん帰ってきたか、って。あ、あの、おまわりさん、検事さん、弁護士さん、ね、裁判官さん、みんな迷惑かけて、ありがとうございます。迷惑かけてですか、本当に迷惑かけました、ね。はい。税金泥棒してすみません。そう、はい。まあ、ということでね、ハマちゃんは、これから、ハマちゃんらしさを失うことなく、まあ、ハマちゃんの、この、なんちか、日本になるように。はい。で、あと、ほんとごめんなさい。もう終わるつもりで、ハマちゃんほんと良かったのが、うん、今回、裁判僕立ち会って、うん、ケンジさんが、うん、もう普通だったら、障害で殴るという言葉を使うかなと思ったら、うん、覚えてますか？なんていう言葉を使ったの？ゲンコツ。ゲンコツ、ゲンコツ。ゲンコツ、俺びっくりしたんですよ。で、僕は、あの、内容を読めないんで、そしたら多分、で、裁判官も、げんこつでも、うん、で、それは本当に、その、僕、みんな伝えたいのが、うん、昭和の時代じゃないですか、僕も浜ちゃんも。うんうんうん、で、昭和の時代で、げんこつ当たり前じゃないですか。げんこつでさえも、うん、俺、捕まるし、うん、拘留されるし、うん、で拘留された家族もない、うん、ね、うん、で、逆に、まあ、お金も払わなあかんしとか、うん、そういう時代だっていうことは、ね、そうですね。うん、本当になんか、うん、そういう時代やってことは、うん、浜ちゃん通してみんな理解してほしいなとは、ありましたね。うん、本当なんか、はい、マジかと思ったっすね。ケンジがげんこつで、げんこつでっていうから。うん、あのケンジもね、浜ちゃんのファンやって言ってました、ね。ありがとうございます。よかったっすね。うん、はい。まあ、だから肩持ったとは思わないんですけど。はい。げんこつ、こう、言葉がずっと出てきて、うん、で、裁判官も最後はやっぱげんこつでさえもやっぱあかんみたいなこと言ってたんで、うん、はい、もうすごく、あれは本当に、で、なんかこう、僕サムネイルで、浜ちゃんの罪名紹介しますってやったんですよ。で、まあ、見るじゃないですか。うん、で、結果的に、まあ、げんこつっていうことが出てくるんですけど、げんこつか、うん。全治1週間でね、まあ、無理のある診断書というか、うん、
出てきてなおさらうわすごいなって思ったから、ほんまに見本になれるように頑張りますんでよろしくお願いします。悪いけど、まあ、いい見本にはなったっすね。そういう部分ではね、本当に。はい、はい、ということで、また、はいはい、次からまた浜ちゃんと、面白い番組どんどん作っていきたいと思います、はい、ということで最後締めてください。みんな、リジナルに集まれー。じゃあ。